テコーラとデュエルしろよ。なあ、テコーラのこの闇デッキで、すぐに遊びに行くペコ。自分の声が。おい、テコーラとデュエルしろよ、ポルカ。いいぜ。え、ポルカちゃんもうさ、デッキさガンガン組んでんの？ポルカはあのあれだよ、あのメインにするやつから自動で組んだりしていろいろ回してるけど。ちょっと待って、初期デッキで対戦してくんない？初期デッキって何？準備完了したか？あ、準備完了します。すいません。おい、お生徒強行するなよ。行くぜ、デュエルスタート。急に呼んでこれだよ。考える時間くださいってなんか下に書いてあったの、ポルカちゃんの。そうだよ、怖いんだもん。おいおい、ペコアラのこの闇文明デッキにボクされる準備はできてるか、ポルカ。やだ、マジ闇文明がズブーって消えていくって墓場から蘇ってくるのがめっちゃ楽しいよな。待って、ペコアラ初心者で恥ずかしいんだけど。いや、あれ、お前プレイズマットみたいなのあれ、プレイズマットなんだけど。買ったもん、買ったもん、ポルカ。お前なんか最悪な感じなんだけど。なんでや、なんでもうそんな最悪やったの。どうしようかな。だけどなんでこんなさ、あのザガンこの多いの。言っとるし。マジでさ、ちょっとさ、こいつ頼むぜ、ペコーラの切り札。暗黒騎士ザガンで叩き切るぜ、お前よ。聞こえてんだけど大丈夫ぞ。大丈夫や。ちょっといきなりのやつが重いんだ、手札がなぜか。マジか。いや、ペコーラもう一回ここに置いとこうかな。うわー、なんか嫌だね、そいつ。すごく嫌だね。ジュエル、これ貴様を切り裂いてやる、ペコ。怖いな、しかもかだな。ペコーラにはスレイヤーもしもいるからな。道連れにしてやるからな。怖すぎるな。何そいつ。ペコちゃんに逆らうなんて生意気なんだよ。生意気なんだよ。え、何してくれてんの、貴様。貴様って言うの。マナコーンによくなんだよ。ねえ、やめて。ブロッカー出てこい。ブロッカー出てこい。ブロッカーなんで置いてないんだよ。おいおい、闇文明さんよ。少ないな。少ない。闇文明さんよ。痛いよ。ブロッカー置いてないんだよ。あー、しがないで。鉄だ。そのシルドトリガーは？何をする？シルドトリガー。特になかった気がする。はい、君はもうおしまいだ、ペコーラ。あ、ダメだ、まだだった。まず、おい、コアラ消えろ。コアラー。コアラ消えろ。これってさ、ポルカちゃん攻撃こうしてさ、ペコーラ死ぬ？あ、死なーなー。おい、消えろ！そのだから消せろ！なんでまずこの場から消してくるの？怖いなー。おい、君、もう手札1枚しかないけど大丈夫なんか、それで。いいだろう、何言われようがいいんだよ、こっちは。シールドももうあと3つしかねえじゃねえ。おい、2つしかねえ、お目に言われたくねえな。ね、ブロッカー一回目をつぶれ。何の話？どんでんがいい。やーだー、やめてくださー。おい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 、どうだよこれは。次まで闇のルールによるペコーラの臓器を一つ抜く。おい、ポルカ、もうこっからはペコーラもレンタルデッキにするからな。レンタルデッキ。おい、来いよ、ペコーラの名様デッキで貴様をボコボコにしてやるよ、ドリームメイトで。いやー、でもドリームメイトとかめっちゃ早く出してくるやつじゃないの、それって。速攻型じゃなかったえ、なのかな、ちょっと待って、やってみるわ、ペコーラの本気で。コストが、なんか、あれ高いな、あんまかかんないような感じだったけど。いや、ペコーラの今手札、クソ、あれだな、スープ。クソあれ。クソあれ。まずは挨拶からだよね。これタンタラーン。あ、やべ、最強カード出ました。あーらららら、小学生オッズ。これ最強カード出しちゃっていい。あ、待って、一回ちょっと落ち着け。小学生オッズ。はいはい、黙りな。お前のその口をこのメイ様でお前を紡いでやるよ。メイ様使いこなせるわけないで、オッズ。はい、黙りな。はい、お疲れ様です。はい、まずお目覚めメイ様召喚。おはようございます、姉様。気持ち悪い。もうお前はおしまいだ。姉様に殺されろよ。少し早いだろ、絶対。取るか。早いって死ぬの。姉様のご機嫌一つでお前の首を跳ねてやるからな、今から。そうなの？そういうことや。ドリームメイト7体集めます。
頑張ってください。エグレス殺そうかな、ポストだけから。こいつなんか悪役が似合うよね、ほんとペコちゃん。悪役とか言えな。まあでもごめんね、ちょっとあの拙い感じで。うわっ、手に加えるの同齢に。あっ、やっぱりお前の終了の鐘が刻々と鳴ってるぞ今。大丈夫かポルカ、お前の鐘がアウトアップした。元気ですよポルカは。おい、ポルカもうペコーラのドリームメイト100人もう後ろにいます、並んでます。そうだろ、本当にマジで23しかないんですけど、おかしいですね。100体も並んでます。あ、ブロッカー来た。うわ、ポルカブロッカー出したね、ついに君。なんでブロッカー出したって言うの。やっちゃったね、ブロッカー。おい、あ、パンダみたいなやつ来た。お、こいつも出しちゃいます。はいはい、どん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 出していくぞ。ドリームメイト並んできたよ。え、どうする、どうする、どうする。ちょっと待って、やばい、ちょっと待って、どうする、どうする。やばい、え、よくわかんなくなってきた。え、わかんなくなってきた。なななな、全部言ってくれ、教えてくれるの今の状況。戻れお前は。あれで、こうプリンはもういない。そうだ、これさ、攻撃するとき自分の山は進化ではない。ああ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 、頑張れ、大丈夫で負けるな。こいつだな、こいつ弱そうだから。ひどい、なんでそういうこと言うの。かわいい、うえ、かわいいじゃん。こうし、そして、これブロッカーだっけこいつ。あ、こいつを攻撃しなきゃいけない。見たらわかるように。こいつできない。見てわかるように。おい、ブロックするの、しないの。すべえんだ。でもこれでポルカの状態今。おい、すんのこれ。はい、もうほら今見て、ぐるぐるとリキャストだから今ぐるぐるできますよ。誰のカードをシールドかできない。これいいんじゃない、これいいんじゃない。いやでももうお前はこのデカエラがダイレクトアタックで。やめろ、こっちで何もないんだ、こっちで何もないんだ、こっちで何もないんだ。ひどい、勝利の宣言キチカー。でもちょっとこのなんだっけ、あのメイ様のやつでやったけど、ちょっとまだ難しくて理解できてねえけど、ちょっと学ぶ。ありがとう、何も勝ったから。あの1対1だけど、うん、ちょっと今満足して、またペコアラのさデッキができたらさ戦ってくんない、うん、なんだよそれ、都合のいい女じゃねえかポルカって。今度あんたってさ、あ、今度あれ消えた。いや、ポルカちゃんもさ、てかいなくなってるわポルカちゃん。確認確認、え、ポルカ消えた。都合のいい女よ、もうよ。ありがとうなポルカ。なんとかかんとかだ好き、なんとかかんとか大好き、なんとかかんとか